目はこれ、うん、早速かぶったないやこれはもう間違いないというか、何やろ、思い入れがある、思い入れくらい、そう、俺がキャンプ始めた時の一番最初ぐらいに買ったギアになるかな。そう、ね、こう座ります。あ、いいね、いいね。私もこれ持ってこようとしたんやけど、何がいいかって言ったら子供ですよね。そうだ、子供なんや。そこなんやっとね、ジャンボーリミッキーチョイエーイ、よくない、こけないんです。そう、安定してるよな。もう椅子によってはやっぱこう前にガタンそう傾いてしまうことがあるから、あ、三節コンでできてるやつとかはやっぱ感じになってしまうから一番安定するし、座面も広いし、うん、そう、バックも高いし、うん、これは買ってよかったって、すごいよ、もう、そうはい、ですビッグキャンプのロールテープね。これはちょっと気に入ってられる、この早送りでして下と上が別々になってるから、こういう風なスノーピークのテーブルやともうね、一体化してるけど、上と下が離れてるので、我が家は冬こたつスタイルなので、そうね、どうしてもね、このコスパで安かったもんね。そう、まあ、安い方やと思うんです。どこかクイックキャンプとか言ってんのったっけ、立川だね。あー、そうか、これだけか。そうそうそう、なのでワンポイントし主張しない。確かにそデザインこたつにも活かせれる。で、この袋が優秀だよね。袋優秀せやな、中がちゃんと止めれるように、ちゃんと止めれるようにこうやってなってるから、このくるくる巻きにした上のこのロールして入れてっていうのが中でバラバラにならないようになってるし、確かにそれは優秀やな。そう、取り外しも場合によって、あ、肩にできるようになったってなりました。はい、なのでパパよりこれは組み立ててるかですね。はい、よく、カトラリーとか全般が入ってるやつ、これ100均のケースの中にカトラリーがあって、いろいろまとめてくれてる中のこれですね。出ました、買いましたね。買いました、4つ分。そう、うちの家族4人分の全員アーツの先割れスプーン、先割れスプーンですね。そう、これはまあ普通に安いし、うん、使いやすい。そうだ、結構うち朝ごはんが、うん、結構簡単に済ませることが、なんだ雑魚か、スープで、うん、で、まあ、コーンポタージュとか、まあ、子供も使いやすいし、うん、でこうやって重ねられてコンパクトやし、うん、一応フォークとスプーンとこの先割れがあったけど、まあ、先割れが一番使いやすいんじゃないかな。でもそのキャンプの時もこれ使うし、うわ、色違い来た。でお、あ、もうこれ。これ。あー、はいはい。これ、ね、を今回初めて使いました。はいはい。で、ずっとソロキャンでパパこれを使ってたよね。うん、うちの車割と積載量が少ないので、あ、うん、乗らない車ね。そう、乗らない車。荷物減らしたいなって思った時に、コンテナボックスにドーンといろいろと詰め込んでたんやけど、結構キッチン用品って削ってったら削れるなと。中見ていいですか？中少しないですよ。今こんだけが入ってないけど、はい、このお皿とかのカトラリー関係とかポットも入ってるし、ここもあるからまな板とかも入るし、こう、イケアのこういう、こんなん入れてた。そう、こんなん入れて、これもあっちで、これはちゃんとしたここにタオルとかを詰められるの。もしなんかちょっと圧縮して持ってって、ここにポンとかだね、これね。そう、いた。これは
も1個外してるんや。もともと2個ついてたよ。3分割できるんやけど、私は2個の方が使いやすいなと思って今回これでいって、はい、お鍋とかがもう1個大きいのそういえば入れてた。で抜いちゃってるけど、そのお鍋を入れるのにちょっと大きい方が使い勝手がいいなと思ったから、うん、そうね。で中にこういうのをバンと入れるし、そのまま出せるし、そうそう、私まあそのカスタマイズできるっていうのも好きやし、やっぱハードコンテナと違うところが、このソフトコンテナのいいところとしては、うん、結構最終ピュンって入れられる。あ、そう、最初決めてしまえ。やばい、最後これぐらいのボンを入れ忘れてたみたいな、こうしてアカウントがギュインギュインギュインみたいな、まあ、そうだね、入んない。これキャンプのインスタレーターマット、一応、まあ、これがシングルで、シングルを3枚敷いてるんですね。敷いて、家族で使用してる。でも前までは自然にここをバルブ、まあ、パッと開けるだけで安定の空気が入っていってて、もともとこの自然にほっといたらある程度空気入りますよっていうやつなんやけど、うん、まあ、やっぱずっと使っていくうちにちょっとずつこうへたってきてて、あんま膨らみが良くなかったから、うん、もう最近この空気入れ、エアポンプで、空気入れてます。お親父が実は結構アタッチメントがこれついてあるから、まあ、この辺は分かる。あっ、ちょっと下これ入って頭ほっといたら、はい、転んでみてやん。何ですか？寝転んでみて。これでどうなる？寝心地は いいの、うん、寝返りできますか？漏れたね。連結できて、うん、ずれたり、一応後ろ裏面も滑り止めがついたので、そうそう、いいね、やりやすい。まあでもちょっとかさばるってのが気になるところと、もうちょっと寝心地を求めると、え、あれだね、そこで僕らのかさばるっていいなと思って。飲み差し、うん、もうハゲハゲになってるぐらい使いすぎてる。皆さんご存知であろうサーモスの缶ホルダー、だいぶ使ってるよね。だいぶ使ってて、これはなんなら毎日使ってるからな。毎日そうやね、使ってるけど、350のビールとかジュースとかノンアルとか全部飲むときにすごい冷たいまま飲めるのと、あとあったかいものももちろん冷めないんで、パパ熱とかも縁がいいね。うん、2台目行ってもいいし、私こうやっぱ外にキャンプに行ったときとかだったらよりにやっぱぬるくなったりとかするし、もう夏は必須やし、買ってみてよかったなって思うのはこれかな。サーモスやっぱ形が良くて、こう、そうそう、握りやすい、持ちやすい、そうそう、結構ここはストレートのこうへこんでないやつとかが安かったりするんやけど、そうそうそう、やっぱここがへこんでるから、まあ、落とすようなこともまずないし、そう、まあ、ちょっとなんて言ったら高級感あるというか、しっかりしてる感があって、俺はもうこのシリーズがやっぱ一番好きかな。なるほどね。トゥルトゥルー、かぶったよ、マジか。これをしようと思っていた、涼しいね。思ってたより風力が強い、うん、これで今中やけど今日まで来たし、ほんまに強い夏だね。ワールドナイト全然違う、充電式だよね、充電式、うん、だから、うんうん、線つないで、あ、できなくない、次有線でも使えることは使えるけど、マキタのバッテリーが対応してる、うん、それとはマキタの扇風機の色違いみたいな、そう、
じゃあもうマキタのバッテリーのさらに5番品のマキタ純正版全然そんなんでもつけられるし、うん、で私も思った、まあ、そう設営の時にパッとあちょっと熱い扇風機みたいになった時に別にコンセント刺さなくてもパッと出せる。サーキュレーターの役割もするから、やっぱストーブのその温かい風をこう循環させるために回してたこともあった。順振り順振り風が巡って結構角度曲がるな。あ結構いくね。わすごいな。これここまで上は、うん、やったことなかったね。へえ。これは分かった。正解。2階から降りてきた。へいへいへい。サーマレスの枕ね。というか枕どうしてたんやっけって思うぐらい。枕は普通に寝室のいつも使ってる枕とかを俺は使ってた。使ってたんだっけ。うん、まあかさばるよね。かさばる。じゃあキャンプ用のが欲しいっていうのはずっと思ってて、何がいいかなっていろいろと調べて。やっぱこれを1個買ってみようってなって、あいいやんってなって、家族分もっていう風な感じで揃えた。開けてみて。ありがとうございます。開けた瞬間ってちっちゃい。ちっちゃい。これと比べたら、うん、全然違うな。いやそう、ほんでちょっともみもみしたり時間置いていくと、うん、あのもうほんまにほっとくだけでも、うん、30分1時間したら全然膨らんでる。で、なんせそう柄がおしゃれで可愛い。もうこれは無地で、長男が赤色好きやから赤。ほんでまあパパこれを選んだわけで、うん、まあ、ちょっと次男の分が変えてないけど甘い。あーなんか頭痛かったなとかストレスをあんまり感じひん。なんやかんやちっちゃくなるしね。そうなんだよね。すごい買ってよかったなっていうのと後悔してないかな。確かにね、毎回絶対持っていくしね、うん、そうだね、うん、ありがとうございます。